はい、どうもこんにちは。大人の未来の時間がやってまいりました。ナビゲーターの川上俊二でございます。なかなかね、秋になると言いながら、残暑続いてまして、僕もね、ちょっと1ヶ月ぐらいね、体調崩してまして、なかなか放送にも出られなかったんですけど、皆さんもね、体調の方はね、気を使って、秋を、元気に迎えてもらえたらなと思いますけれども、今日はね、久しぶりに番組に復帰したんだね、素敵な女性のゲストをちょっとお呼びしたいしておりますと。いうことでですね、ちょっと最近巷でね、非常に話題のフェムテックであったりとかウェルビーイングみたいなところのことをね、僕もちょっと勉強しないといけないなということで、その第一人者と言っていいという女性をですね、今日はゲストにお呼びして、その辺の話を聞きたいなというふうに思っています。それではですね、早速ゲストのお呼びいたしましょう。株式会社シルキースタイル代表取締役で、日本フェムテック協会代表理事の山田直子さんに来ていただきました。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。第一人者と言っていいでしょ言われるとなんか緊張しますね、はい、でもね、本当にね、もうこの後も、大きなシンポジウムでね、ウェルビーイング、フェムテックの話をすることになってますけれども、はい、今度 あのシンポジウム、ちなみにいつなんですかね。10月の、ね、4日です。おお、近いじゃない。近いんですよ。 あれは何、興味のある方は見に行ったり参加することできるの。それがね、人気のイベントらしくてですね、うん、応募して抽選だそうです。ああ、そうなんだ。もう、ね、毎年やっていて、あれれ、ウェルビーイングに興味がある企業の方々が、ね、たくさんいらっしゃるみたいですよ。あれれ、なんていうイベントでしたっけ会社名っていいんですかね、いいですね、これね日経ウェルビーイングシンポジウムでございます。日経さんのホールでね、なるほど、やるので大きいイベントでございます。たくさんの有識者になって、有識者とね、まあ、見れて、うん、行きますよ。皆さん、黒い硬いスーツ の, 有識者の先生たちいらっしゃいますけど、私一人で赤のこう言ってね、こう言ってのワンピースで写真写りましたからねなるほどね。まあ、そんなね、直子さんなんですけどね、最近のね、まずね、自己紹介も含めて最近の取り組み、やっていることみたいなことを自己紹介としてお話してもらってもいいですか。はい、先ほどねご紹介いただいたの、株式会社シルキースタイルという会社はですね、18年前に、起業しました。26歳の時に起業したので年齢バレちゃいますけれどもはい、本当に、ね、女性特有のお悩みを解決することをですね、フェムテックって今は言うんですが、その当時18年前フェムテックって言葉なかったんですよ、うん、でその女性の悩みを解決する、商品ですね、例えば、下着とか、うん、健康雑貨とか、まあ、そんなものを作っている会社をやっております。うん、はい、女性はね、いろんな悩みがあるんですよ、ご存知ですか体の悩みなかなかね、その辺をちゃんとねついていけてね、悩み相談に乗ってあげられることって必要ですからね、最近はね。そうね、最近はそういうことが求められてますけど、まずはね、自分がケアしようっていうところがね大事なので、うん、やっぱり自分に合ったサプリメントとか、健康グッズとかインナーでケアをしていけるような、そんなグッズを作っている会社がそうだよね。最初に僕が直子さんに出会ったのが多分2005、6年だったと思うんだけれども、そうなんですよ、僕は飲食店の経営もやっていた時に ね、 そ, うなんですよね、そこでお会いして、はい、でその当時はね、まさに、まだ OL をやってらっしゃってね、 OL でしたよ、大手企業でね。そうなんです、体験を作ってましたね、まさにね、商品企画やってたんでね。そうなんです、そうそう、もう皆さんもよくご存知の大手企業の、ね、下着メーカーでね、はい、その時純さんと下着の話をした記憶がありますよ。そう、あの頃はほんと俺も若いから全然違う視点でその話を聞いていたんだけど。本当ですか。そうなんです、非常に面白い話を聞かせてもらってね、かなり真面目にしてたと思いますね。そうだよね、本当にね、女性にとってはね、すごい下着大事なんですよなんて話は、まあ、今もね変わらずしてますけども。そうだよね、もう第一人者だったもんね、その下着コンシルジュを名乗ってあれ、ね、あ、会社起業してってたからね。そうなんですよ、やっぱり当時って例えば化粧品 の, なんて専門家とか美容家とかはいるんですけど、うん、下着の専門家っていなかったんですよね、うん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 、で女性の体の専門家も医師はいますけれども、うん、もっとこうナチュラルに語れる民間人がいなかったので、うん、女性のこう体にどんなことが起きて、そのために下着をどう活用したらいいかっていうのを当時ブログで一生懸命、なるほどね、ペンネームで書いてました、ね、一応 OL だったんで。なるほどね。でもさまざまな、さっきね18年目っておっしゃってたけど、さまざまないろんな企業のものも含めて、まあ、D2C の商品であったりとか、さまざまな女性に向けた商品をたくさん開発してきたわけでしょ。してきましたよ、うん、最近だとですね、女性って8割の方が冷えで悩んでるんですよ、うん、でこの暑くても実は指先が冷たいとか、うんうん、お腹周りが、ね、冷たかったりするので、うん、それがまた、冷えはね万病のもとって言いますから、うんうん、ほっとくと、女性の不調で悩んだりするので、そういったことを少しでもサポートできるような、温め系の下着とか、あ、そう、履いてるだけで
暖かくなるショーツとかね。なるほどね。そんなのを作ったり。なるほど。なんか更年期みたいなことに対する悩みのことも相談に乗られるの？あ、そうですそうです、しますします。最近はねやっぱり更年期の女性が、まあ、増えてきてるというか、まあ、やっぱりそれに気づかない方がね、多かったりして、で一生懸命働いてる世代が最近多いんですよ。やっぱ50前後がね、更年期の時期なので、そうすると世の中的には管理職の女性が多いと、やっぱりあの仕事に一生懸命で自分の体調不良に気づかずにいきなりバタンと倒れるとか、もうちょっと仕事もできませんって辞めちゃうとか、そんな方が、ね、増えてきているので、やっぱりどう自分の体をコントロールしながら仕事をキャリア積んだらいいかって相談を、ね、なるほどね、増えてますよ。いやちょうどこの間ね、先週のかな、まさに若い女性の起業家から、資金調達も含めた事業の相談を受けたんですよ。その彼女が今やっている事業がまさに更年期の女性に向けたサービス事業なんだよね。本当ですか。だからその話聞いて、まあいかんせん昭和時代の男だから、なかなか分かんないわけですよね。まあ、普通は男性分かんないですよね。そうだからね、上手にアドバイスもうまくできずに、ちょうど先週その話をしてたからさ、まさにそれ聞いてもらえばよかったな。言ってくださいもう。本当だね、女性経営者だし先輩もね。いやいやでもね、更年期本当に大変で、なんて例えば生理中だと、だいたいお腹が痛くなるとかね、あと頭痛がするとか、ある程度症状って決まってるんですけど、更年期症状ね本当に分かんないんですよ。なるほどね。ちょっと風邪かなとか、ちょっと咳出るなとか、体が重いとか、うつっぽいなとか、もう全部それも更年期の可能性があるので、やっぱ気づきにくいですよね。なるほどね。あれそういう何個別なその女性の悩み相談みたいなのを受けたりもしているの？協会としては受けてないですけれども、やっぱりそういったことを企業として受け入れる窓口を作りましょうっていうコンサルとかしてますね。はいはいはい、そうだね。企業の中での福利厚生だったりとか、そういったものも含めてっていう。そうですね。最近ね、企業さん、ね、だいぶ増えてきました。健康窓口を人事に作りましょうとか。で、人事は一旦話を受けて、自分の企業の社員を、しかるべきところにちゃんとつなぐとか、産業員につなぐとか、産婦人科につなぐとか、まあ、そういう役割になりますけど。なるほど。じゃあちょっとね、企業向けの話も出てきたんで、その3年前ですよね、設立したその日本フェムテック協会の話も改めて聞きたいんだけれども、どういう取り組みをやってる協会団体なんですか？はい、フェムテック協会ってですね、女性特有の健康課題ですね、今言ったような更年期症状とか、ね、生理痛とか妊活とかも、ね、そうですけども、まずそういった時にどういう対処をしたらいいかっていうことをですね、自分が基本的な知識がないと、そのアクションを起こせないですよね。で学ぶ場所も、ね、ないんですよ。だから、性教育受けました？ないよね。なんか人によっては小4の時に男女隔離されて、なんか体育館で聞いたよとか人もいますけど、私は聞いてないんですよね。それが割と、ね、今も日本そうなんですけど、でもっと本当に平たく女性の人生によってどういうことが起きるか、ライフステージごとにどんな悩みがあってどう対処したらいいかっていうのを知ると、女性自身はあ、これってこういう可能性があるからこういう対処をすぐにしようっていうのが分かったりしますし、で女性がそういうことが起きてるんだってことを男性が知ると、正しい声かけができたり、ちょっと気遣ってあげて相談させてあげたりとか、なんでサボってんのとかいう一言が言わなくなるとか、そうだね、そういったことにつながるので、まあ、基本的なリテラシーを、得るためのフェムテック認定資格というのをやってます。なるほどなるほど。はい、ちょっとサイト拝見したんだけど、3級2級1級とさすがです、ちゃんと、ね、ん認定試験をされてるってことですよね。はい、3級は、ね、無料で受けれるんですよ。あ、そうなんだ。なので、まあ、無料で、ね、3分ぐらいで受けれて、まあ、15問中11問合格すると、正答すると合格になるので、なるほど、あ、こういうことが女性の一生に起きるんだっていうことがなんとなく分かるんですよね。なんで絶対受けてみてください。女性のことが分かるの、女性にモテんですよ。まあ、これ以上モテてもしょうがないかもしれないですけども、いやいやそう、ね、もっともっと女性の気持ちが分かる、まあ、そっちの視点も嬉しいんだけどね。まあ、僕もほら今いろんな会社に関わることも増えてるんでね、はい、ただ本当にさっきからの、フェムテック、ダイバーシティ&インクルージョンみたいな文脈の中での、そのいろんな人たち
と、まあ平等に接していく、また犬の人たちに対して、分け隔てなく差別なくこう接していくみたいな、まだ考え方がさ、まだ全然植え付けられてないんですよ。だからその辺をね、今日いろいろぜひ手ほどきをいただきたいなと思ってるんだけれどもさっきのその、ね、まあ教会としていろ、んな女性の悩みに向き合 う講座セミナ ー資格みたいなのでこう、フォローアップしているんだけど、まあ、対企業の中に、まあ、経営陣含めた、はい、まあ、マネージャー含めたところに対しての、その、啓蒙教育みたいなものに当たってると思うんだけど、はい、どうなんだろう、肌感こうどんどんそれが浸透しといて変わっていってる日本企業みたいな、それもまだまだ遅れていて全然それが浸透していないなみたいな、肌感としては最前線にいてどんな風に見えてるの？まだまだですね。まだまだなんだ。あの上場企業の中でも、やっぱりプライム上場くらいの企業だと、まあ、ちょっと義務感も、ね、含めてですけどね、まあ、女性管理職増やさなきゃいけないから、まず女性の健康課題をなんとか会社として、あのみんなが理解してケアをしてそういう制度を作んなきゃいけないからちょっとセミナーお願いします、みたいな、あのちょっと義務感に駆られてる会社もありますでもそれはそれでもいいんですよ。ちゃんとやってるから、ね、ちゃんとやってるからいいんですよ。で、あのなんかそれ、そういう会社もある一方でなんかやんなきゃいけないの分かってるけどなんか本当必要なのとかっていうのをやっぱついついあの人事部長とかがポロって言っちゃう。で担当の女性は絶対入れたいんですけど部長口説きますとかって言いながらもすいません部長口説けませんでした、なんか部長が役員にハエンターされたって言ってとか何のためにやる必要があるのって役員に言われたみたいですとかっていうケースがまだまだ。なるほど、多いです、まあ、本質的に捉えてるっていうよりも、まあ、義務とか、まあ、命令指示系統の中でやっているっていうトーンが結構見受けられるっていうところ、ね、でもそんな中でも本当に大事だと思ってるって、ことに気づいて推進してる人が一人でもいるとやっぱ大成功するんですよ。なるほど。それ男性でも女性でも、ね、ありまして、例えばすごい分かりやすい例で言うと、あのある某三井財閥系 の, あの企業の人事部長が、絶対山田さんこれ必要だと思うんだけどって言って あるセミナーでね講演した時に、あの講演のところで講演した時に、あとで連絡くださって僕はやりたいけど、社内の女性に反対されてるって、どう女性を説得したらいいですかってすっごい相談を受けて、結局なんか女性はちょっとねあのご年配の方が多くて、若い方があまりいないらしいんですけど、なんかそれこそ女性なんてねあの成立私たち乗り越えてきたんだからそんなん我慢させて当然でしょぐらいのことを言っちゃって、たまたまですよ、たまたまですよ、そこのね方が、言っちゃってる方がいたと、いやでもねあなたはそうかもしれないけどそうじゃない方もいて、あのやっぱそれも含めて更年期もねあるのでみんなでね理解をしていろいろあの働きやすい会社を作りましょうよって言ってもなかなかですね、意外と女性の敵は女性ってよく言いますね、女の敵は女じゃないですけど、自分が経験してないと経験してる人はあのに対して冷たいみたいな感じでですねただやっぱそこの男性はもうすっごい頑張って結局やってくださいましたとか、やっぱそういうあの会社を変えていきたいとか本当にあの働きやすい風土を作りたいってもう強い思い持ってる方がいると、急に会社が変わってできますし、ね、やっぱり欧米の方がその辺は進んでいるものなんだ、進んでますね、全然違います。ああ日本の中でも、ね、外資系企業は、ね、本当に進んでまして、聞くとあの更年期症状って、まあ、だいたい45から55ぐらいが一般的なんですけど、そのタイミングより前に女性を昇格させるって言ってました。あ、それになる前に、前に、要はマネージャーになって、要はだから40前半ぐらいですよね、でマネージャーにさせてある程度チームが回っていると、どんなにその女性が本当に更年期症状とかで体調不良になっても、もうチームがそのマネージャーを助けてあげる雰囲気になってるらしいんですよ。すごい、そこまで考えてさすがみたいな感じですよね。それはすごいな、すごいですよね。それは見習ってほしいね、日本企業。本当にそう思います。なるほど。そういうところではあのでその会社さんとかに聞くとやっぱりあの音楽アメリカとかでは、もうそういうことを考えて、あの昇格させているのがもう当たり前だし、もうその、まあ、元々の風土として、ね、女性が言いやすいのはあると思いますけどね、ちょっと本当生理で辛いとかっていうのも言って、それみんな助けてあげる、じゃあ今日帰っていいよっていうのが割とナチュラルだって話はされてましたし、日本の企業でも本当にグローバルカンパニー、もう世界各国に支店があるような会社さんはやっぱり早いですね。なるほどね、なるほどね、やっぱりねそこはありますよね。じゃあ協会としてはあの、まあ、そういった、ことに対して、まあ、関心がある、興味がある、取り組みたいけどなかなかできていないっていうことに対して、
いわゆる連絡もらえればその相談にも乗るし、それの仕組み作りみたいなところもお手伝いをされているんですよね。してます本当にあの、1時間のセミナーから、3、4時間 の, あの研修から、教育の部分を、ね、やったりもしますし、最近でも管理職研修がすごく増えてて、結局管理職は、ね、女性のことを理解した上でマネジメントしないと本当パラハラセクハラと最近言われちゃうのでそういったニーズありますし、あとは最近だとあれですね、あの中期経営計画の中にそういった考えも入れたいから、そこに関わってほしいっていう中継の方にも入れてくる会社はすごいですね。ああそうだよね、そうだろうね、多分ね。っていう会社さんも出てはきています。なるほどなるほど、はい、じゃあまあね、見てる人聞いてる人いらっしゃる中でね、あの本当にその、フェムテックだったりとか、その、ダイバーシティ&インクルージョンのことで、ね、ご相談があればね、ぜひ日本フェムテック協会に問い合わせいただければなと思うんですけれども、まあもう一つのね、そのさっき経営に対するその、女性の活躍みたいな文脈にちょっと話変わるんだけれども、最近そのね、直子さん自体は活躍の場を広げて、いろんな企業の、まあ、いわゆる社会取締役みたいなところだったりとかを、はい、いくつかお持ちになってお仕事されてらっしゃるけれども、はい、その辺って今すごい旬な話題だし、女性が経営進出していく、まあ、あの今の本当の取り組み事例の一つになっていくようなものだと思うんだけど、実際そういうふうにいくつかお入りになられて、やってみてどうですか。まずはね、どこまで言っていいかなっていう感じですけど、いやいや、あの女性がですね、私がたまたま入っている3社は、全部私以外に女性がいる、そうじゃない会社もありますけれども、ありますけども、やっぱり女性の意見に真摯に耳を傾けてくれるので、本当に新しいことをこれで始められるようになったとか、これこそ本当にダイバーシティだねって社長がポロッと言ったとか、やっぱりいろんな意見が出ると会社も変わっていけるかもみたいなことをで、周りの皆さんがね、気づいたり言ってきてくださっているので、私にとってすごいナチュラルなことを言ってるつもりですけど、とても大事な役割を果たせているかまでは分からないですけどね、そう要素は提供できているのかなって気はなるほど、ね、してますよね。どういうきっかけでそういう、ね、大きい企業の社外取締役みたいなポジションにこうお声掛けいただいてついていくことになったんですか。それもよく聞かれるんですけれども、本当ね、全部昔からのご縁なんですよ。よくね、いろんなところのエージェントとかもねあるとは思いますけれども、1社目も本当にそれこそ20年前ぐらいからですかね、企業当時に、アパレル系の勉強会でお世話になった社長だったりとか、まあ、その後でいろいろと勉強会ご一緒したりとか、まあ、ゴルフもご一緒したりとか、まあ、そういう形で本当私も勉強させていただいてた、本当創業家の息子さんですけども、で他の会社さんもやはりもともとのそう、もう一社は、ね、会長がもともとしていて、その会長に女性活躍のことを講演してほしいって10年前に頼まれたんですよ。10年前に頼まれて、そこからなかなかお会いすることはなかったんですけども、覚えててくださったんですね。すごいよね、すごい、まさにご縁だね。本当にご縁ってね、ありがたいですよね。まあ、ある方を通じてではありましたけれども、もちろん私のことを覚えててくださってっていうことでしたし、でもう一社は友人が役員をやっているとかってことでしたけどね、やっぱり周りの友人が出世していくと声かけていただけるようになりますね。ジュンさんどうですか、周りの友人の活躍って大事ですよね。そうね、自分は大したことないんだけど、周りが素晴らしいからね、本当に。それは本当にありがたいですよね。救われるような人多いけれどもね。でもそれどう、今年からだよね、その辺のこう重責を担うようになったのは。そうですね、監査役はもう2年前からやらせていただいてますけ ど取締役は、今年に入ってからですね。社はね、どうですか、 まだまだなんか感覚としてはその、ね、だいぶ前から言われてるけれども、女性 その経営層の女性の進出、まあ、また強いてはその管理職に対する女性の割合が低いみたいな話は、まだまだ全然こう解決されてないというか、全然状況があんま変わってないんじゃないかなって印象があるんだけど、やっぱりでもそういうは言いながらも、やっぱ女性進出はだいぶ進んではいってるのかしら。本当にね、残念なことに、やっぱり社内はなかなか変わってないですよね。企業さんそれなり努力は、ね、されて、企業研修の中に、ね、女性を管理職するための研修を、ね、取り入れたりされてますけれども、継続して働き続けている方がやっぱまだまだ少ない
そうか、そこが問題ですよね。じゃあやっぱりあれだね、文脈的につなげていくと、やっぱり女性の気持ち、女性をちゃんと理解した上での仕事の勤務だったりとか、さっきのね、外資系のその、タイムラインを前倒しして、管理職に育成していきながらっていうような取り組みの、重要性や理解が進み、それに対して対応していきながら管理職が増えていって、活用するの場が増えていく、まさにこれがまだまだできていないっていう、そういう状況にあるということですね。素晴らしいまとめ、ありがとうございます。まあ、その、ね、教育だったり、今それをやりながらどれを浸透させていってるって活動になりますよね。そうですね、だから国はね、一生懸命2030年までに管理職女性を 30% って、ね、言ってるのはね、分かるんですけど、結局ね、候補者がいないってみんないますね。なるほどね。候補者がいないから誰を引き上げていいか分かんないし、あとみんなやっぱり本人たちがなりたがらない、残業だけ増えて給料上がらなくて、 なんだこれだとなるほど、ね、いう感じで、女性はだったら子供も、ね、産みたいし、料理させたいし、ちょっとそっちの道はとかっていうふうに思う方もがまだまだ ね多いんですけど、やっぱり女性活躍するとこんなに素敵な、ね、人生歩めるっていうのを、ね、ちゃんと示せていける、ロールモデルがいるとやっぱり、ね、変わっていきますけど ね、まあ、まさにそのロールモデルをね、そうだから、まず社会としてのロールモデルになってほしいっていうのは、1社目、就任するときに社長に言われました。なんか一番期待することは何ですかって言われた、聞いたらそこだって言われて、で問題はやっぱり社内でちゃんとそういう方が育って、社内の叩き上げの役員が出るのがもう一番なんですよね。本当はね、社内から役員出るのハードル高すぎますね、見てると。まあそうだよね、だからやっぱり最近ほら、女性経営者になりうる人材を送り込むっていうような、まあ、いわゆる人材紹介、人材派遣文脈でのサービスみたいなものも最近出てきてますよね。そっちの方がやっぱニーズが ね、 今は ね、 ありますし、やる方も何社も何社も、ね、やっちゃいますし ね、 そうだね、とか役員になると、そうなんです、まあ、ちょっと時間も、ね、後半戦になってきちゃったんだけど、あとちょっとその、そのフェムテックのそのウェルビーイングって、まあ非常に大きなキーワードあるけれども、ウェルビーイングの中でのそのフェムテックの役割というかな、みたいなものっていうのをちょっと教えてもらいたいんだけれども、はい、ウェルビーイングってね、まあ、いろんな解釈の仕方が、ね、ありますけれども、心もね、体も本当にハッピーな状態、まあ、その社会的にもハッピーな状態っていう中で、やっぱり体がねハッピーな状態かっていうと、ね、そこがやっぱり置いてけぼりになりがちなわけですよ。なるほど。で意外とね、それ以外は、ね、皆さん結構頑張ってたりするんですけども、忙しい人ほどそこを後回しにしてしまって、気づいたらもう手遅れとかっていうの、まあ、それは個人の話ですし、でそれを企業も本当はウェルビーイングの働き方をできる女性を増やさなければいけない、もう女性に限らず男性もですけど、そういった時にやっぱり女性も男性も働きやすいようにするための第一番の大事なところがやっぱりこう健康、健康経営って言われてますけど、そこはもう個人の問題じゃなくて企業の問題ですよっていうところですよね。企業も女性が本当の意味で幸せに働けることに取り組む時に、まず女性がもう毎月毎月訪れ生理中とかライフステージに出てくる、そこに戻ってくるのか、そうですね、戻ってくるんです、妊活とかそういったものをケアしてあげないと、女性は本当の意味でウェルビーイングにはなれないと、いうところになってきますよね。結局だからちょっと話がね戻っちゃうんですけれども、なるほど、まあ、ウェルビーイングを語る上でフェムテックは切り離せないものだからね、切り離せないんですよね。なんで今度の日経ウェルビーイングシンポジウムに登壇するメンバーって、私と、あともう一人EY の社長さん、EY はですねウェルビーイング経営をしてるんですよ。なるほど。でやっぱりね少し進んでる会社さんなので、本当ウェルビーイングの部署があったりするんですけれども、やっぱり女性に限らず男性も本当の意味で自分が主観的に幸せかどうかっていう視点でやっぱりリサーチしたりとか、なるほど、働き方を重視しているっていうのと、あともう一人が福井県の副知事が、ね、女性なんですけども、新たに女性になられて、で福井県って実は幸福度ランキングナンバーワンなんですけど、でも日本で一番家事をしている時間が長かったりとか、共働き率が高かったりとか、介護している時間が長いから、女性にとっては実は不幸だ。あー、なるほどな。でその代表 の, 副知事としてどう地域がウェルビーイング働く人がウェルビーイングになるかってそれぞれの視点で話すんですけれども、そこでやっぱりその、ね、健康に関してまずは自分が健やかになれるためにできること、テックの力を利用して自分で変えていこうっていうところが
まずはね最初に出てきますよね。なるほどね、うん、よくわかりました。ちょっと今日ゆっくりお風呂にでも入りながらちょっと今日の話を整理して自分を少しもう少し高めていきたいです、思考を。ちょっとねあれですよね、うん、事件としてね、うん、なんだろうって感じ、自分ごとかになかなかなってなかったけど、今日改めてその、フェムテックの領域非常に自分なりには理解できる部分多かったと思うんで、ちょっとそれをもう少し自分の中でね噛み砕いて自分ごと化して、周りにそれを反映していきたいなと思いました。ありがとうございます。まず、ね、気づいてあげることが大事なんですよ、うんうん、理解してもらうのはね結構ハードル高いと思うので、なるほど、なんかちょっといつもと違うとか、あそういう、ね、顔色悪そうとか、ね、うん、いきなり生理痛とか言っちゃうとねちょっと、うんうんうん、よろしくないので、まずそこに気遣ってあげるっていうだけでもね、うん、全然違うんですよ。なるほど。まさか企業に行ってもまずその話をします。なるほどね。でそれで人によっては信用してれば実はって言って結構話す人もいますし、まあ、実はなんか詳しい話までしなくても実はちょっと今日と体調悪くてって言えるだけでもすごく、ね、気持ちが楽になりますし、なるほど、ね、でそこを無理して仕事しないで休んで次の日パフォーマンス発揮すればいいので、なるほど、それ話しやすいようにこっちが気遣ってあげる。なるほどね、わかりました。ね、今日見ていた人、聞いていた方、特に経営者の方、マネージャー陣の方々ね、ぜひ今日の話を参考にしてね、明日からちゃんと心遣い気遣いをねちゃんとできるような環境づくりに取り組んでもらえればなというふうに思います。今日はねお忙しい中来ていただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました、ね、貴重な話でした、うん、ありがとうございます。今日のゲストは、株式会社シルキースタイル代表取締役で、日本フェムテック協会代表理事の山田直子さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。